ドリコリンコプスダリコリンコプスは北アメリカの白亜紀、後期、中ロニアンからカンパニ、アンの地層から発見された、ポリコティルス類に属する主張竜の絶滅した属の一つで、D オスボーニー、D ボンネリ、D トロピセンシスの三種と疑わしい第四の種、D ハーシェレンシスが知られている。属名は古代ギリシャ語で、長い花の顔を意味する。 ドリコリンコプスは、白亜気候期ではすでに絶滅していた魚流のニッチに収まった主張流と言われている。大きく裂けた細長い口は、魚や糖則類を捕らえるために役立った。口の中にある、たくさんの鋭い歯は、捕らえた獲物を逃がさない強力なものだった。ティロサウルスなどの大型海トカゲ類が天敵で、 ティロサウルスの化石の中から未消化のドリコリンコプスの容体の骨が報告されている。比較的首は短いが、頸椎は20個以上あることから、かなり自由に頭部を動かすことができたと考えられている。また、海上の死は水中で高い推進力を生んでいたと思われる。化石内部から胎児の化石が見つかっていることから大勢であったと。 考えられる。D. オスボーニーのホロタイプの組み立て骨格。カンザス大学自然史博物館 D. オスボーニー、復元図、ドリコリンコプスオスボルニダリコリンコプスオスボーニーのカンモ式標本は、大体1900年頃、カンザス州、ローガン郡のスモーキーヒルチョーク総上部で、ティーンエイジャーだった、ジョージ・フライヤー・スタンバーグによって発見された。化石は、 ジョージと彼の父、チャールズ・ヘイゼリアス・スタンバーグによって採集され、カンザス大学に売却された。クーベップ1300は、ウィリストンの監修の下、マーティンによって補修、組み立てが行われた。1918年、チャールズ・スタンバーグは、本種を腹の中に収めたティロサウルスを発見した。スタンバーグは1926年に、再度、より完全でない標本を発見した。 彼は博物館にその標本を売るための努力として、頭骨の詳細な写真を撮った。その標本は最終的に石膏に置き換えられたものが、組み立て骨格とされ、ハーバード大学比較動物学博物館に購入された。標本番号は MCZ1064。それは1950年代まで展示されていた。 FHSMVP-404 は1950年代初頭にローガン郡のラッセルスプリングの近くでマリオンボナーによって発見された。それはおそらく基地の本種の中で最も完全な標本である。全長は約3メートル。頭骨は平たくぶっつぶれていたが、状態は良い。この標本は1957年に記載されたが、 当初はトリナクロメルムという別属に分類された。人との大きさ比較本種の現在までに知られている。すべての標本はカンザスのスモーキーヒルチョーク層上部から見つかっている。2003年にエヴァーハートは最初の標本は仮想からの産出だと指摘した。2005年、本種の最初の標本は ジュエル軍ニオブナラルイソーのフォートヘイズライムストーン3であったと指摘された。これはこの地層におけるポリコテルス類の最初の記録である。種商名はヘンリー・フェアフィールド・オズボーニエの県名である。ダリコリン・コップス・ボンネリ2つの非常に大きなポリコテルス類標本がワイオミングのパヤー結岸で発見され、アダムズが1977年に自身の修士論文で報告した。 あとの1997年、彼女は正式にその標本をトリナクロメルム族の新種、トリナクロメルムボンネリーとして記録した。当時彼女は気づかなかったが、カーペンターが1996年に標本が別の種を表しているのではないか、あるいはオスボル2種の大型個体ではないかということについて疑問を提起し、ポリコティルス化を提唱し、 ドリコリンコプスをトリナクロメルムから分離した。2008年の研究ではトリナクロメルムボンネリはドリコリンコプスの種のバリエーションの一つであると結論付けられた。ディ・ハーシェレンシスは2005年に佐藤玉樹によって新種記載された。カナダサスカチュアン州ハーシェル近郊のベアパウルイ相で発見されたもので種称名はハーシェルにちなむ。地層はサガン、デーガン、 結眼でなっており、陸地の侵食が始まる前には、西部内陸回路だった。模式標本はばらけた状態で発見された。頭骨、下学骨、肋骨、骨盤、肩甲骨はすべて回収されたが、脊椎は不完全である。そのため、脊椎の正確な数はわからない。 獅子は9個の抹節骨や細々した骨を除いてすべて失っている。その標本は骨の融合具合から1頭の生態であると信じられている。また金縁種よりも小型であるとも考えられている。オスボル2種やボンネリ種の亜生態はヘルスケレンシスの生態よりも大きい。全長は2.5から3メートルと推定されている。 花面は長く薄い。無数の思想を持つが、細く鋭い葉はほとんど残っていない。ビエナの標本以下はケッチャムとベンソンによる2011年のポリコテルス類の類縁関係を示したクラドグラム。ありがとうございます。